はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ6時ですね。どうなったでしょうね。ドルウォン相場ちょっと覗いてみましょうか。あれ画面変わらへん。なんか夕方になるとね動かなくなるんですね。変わらへんやん、まあ変わるかな。もう6時でございます。朝からやってると昼間朝食動くんですけどね。1329ですね。ちょっと押され返したかなっていう感じがしますね。結局ですね、ドルウォンはいいんですけど、このドル円144.83、まあ、じわっと、もう来てるんかな、もしかして、144.83と今出てるんですけども、今ですね、更新をしております。本当、夕方になると動きが悪いですね。で、そのうち止まったりします。ね、昨日は止まってしまいました、とうとう。止まって、ネットとね、切れるんですよ。144.79 ですね。ネットと切れてね、もう動かなくなるんです。原油が 68.00 と軟調ですね、かなり軟調。あと本題いきましょう。本題はですね、産経新聞に昨日出た記事ですね。万博の目玉、空飛ぶ車の商用飛行断念。開幕200日前、機運醸成にはマイナスという。これ前から決まってたことじゃないですか。試験的に飛ばすだけだというふうに僕は理解しましたけど、本来タクシーとして使うということでしたけどね。ですね、2025年大阪・関西万博で日本初の商用運航を目指していた空飛ぶ車がデモ飛行にとどまることになった。そうでしょ。商用飛行は未来社会の実験場を掲げる万博での象徴的な体験イベントと期待されていただけに、機運情勢にマイナスの影響が出ることを避けられない。万博で運航する事業者のうち丸紅には令和5年春に商用運航を断念。今年7月にはスカイドライブも続いたと。あ、まだ残っていたということですか。同社の福沢智弘最高経営責任者は、技術的な課題が多く必要な安全性を確保することが困難と。アナホールディングスでは、万博は操縦士だけが機体に乗り、万博会期中のうち数週間会場周辺を周遊する方針だと。これ要はね、前も言いましたけど、空飛ぶ車って結局は飛行機でしょ。空飛んでることには違いないわけであってですね、地べた走ってるわけじゃないですからね。要は簡単に言えばヘリコプターですよ。ヘリコプターの進化系みたいなもんでですね、ヘリコプターほど不安定ではないということではないんでしょうかね。で、これがですね、万博ではですね、会場とどこかをつなぐバスみたいな役割を果たすんやみたいな、それが売りでしたね。ところがもう今や試験運行だけ。もしかしたら試験運行もないかもしれませんね。1年ぐらい前に舞い上がれという NHK の朝のテレビ連続小説ですか、朝ドラっていうやつですね、が確かこれをモチーフにしていたような気がします。私一切見てませんのでですね、よう知りませんけど、最後はこれに乗るという設定だったんでしょう。福原遥さんでしたっけ、正直不動産のですね、主役の一人ですね、がヒロインだったような気がします。なんで、なんだかご記憶にあるんですけど、結局飛ばないと。まあ、試験飛行で飛ぶかもわからんということですね。そもそもね、万博来年4月の開幕って多分無理ちゃうかなと思う。もう半年ですね。最近あんまり万博のニュースがないですけども、おそらくですね、完全な形での開幕ができないか延期するかのどちらかでしょうね。で、その費用は誰が払うんや、誰が払うんや、僕ら嫌やでということですね。でですね、今日ですね、兵庫県の斉藤元彦ですか、元彦知事がですね、失職すると。でもってですね、その再挑戦すると、知事選挙にね、出直し選挙と言ってますけど、
に再挑戦するというふうにですね、記者会見をなさったそうですね。前回知事になられた時ですね、3年前ですかのですね、知事になられた時はですね、維新がですね、維新が公認でもないけど、まあ、推薦、強力な推薦をなさって、初めての大阪府以外で初めての都道府県の知事ということになったんですけども、まあ、あのざまでございましてですね。で、今も維新はもう地に落ちてますね、イメージが。で、多分まだ斉藤さんがね、もう一回当選するということは、まあ、僕は普通はありえないと思うんですよね。前回一例ですね、失職にだったわけですあってですね、それがですね、まあ、再選されるということは理論的にはあるかもしれませんけどもですね、実際には多分無理でしょう。で、そこで、ですね、まあ、一つ維新は大黒星をつけたわけですよね。で、その次が万博ですね、来年4月。まあ、その前に多分この後明日自民党の総裁が決まりますけどもですね、石破さん以外、高市か小泉であればすぐに解散総選挙でしょうね。そうなった時にですね、大阪で維新がどうなんのっていう話ですね。いや、楽しいわ、ほんまに。すごい勢いでしたけどね、前回の選挙の時にはすごいって言われたけど、結局あいつらってですね、いつも私が言うようにですね、あれですよ、自民の劣化版、三軍にもならない連中ばっかりなんでですね、あんなことになってるわけですよ。結局はですね、あんなことになってるわけですよ。だから多分大阪ではですね、自民党が盛り返すんちゃうかなという気がしますね。で、その後来年の4月にですね、万博はやるのかやらないのかというのが、もう多分来年に入ってから決断するんでしょうけどね。まあ、もともと無理があって、無理もあるし意味がないしですね、どないすんの知らんでっていう世界ですね。まあ、開催はするでしょうけどね、4月かどうかわからんけどもですね。で、別にもうここまで来たらね、開催するのはしゃあないですけどね。あと、あれですよ、運営でどっちせんといてほしいですね。ガスが吹いてくるとかね、なんか大きな事故が起こってですね、亡くなる方が出るとかね、そういうことをやめてほしいですね。かっこ悪いことですからね。それで、別にそれが目的ではなくてもですね、インバウンドで日本に来た人はですね、行くでしょう、それは多分。で、多分そのチケットがタダみたいになって出回るんちゃうかと思うんですよね。なんでですね、タダのチケットが出回ってですね、インバウンドがいっぱい押し寄せて、そこで事故でもやってくれたらですね、もうえらいことですからね。なんで、それが心配ですね。まあ、ということで、このですね、貼っておきましょう、万博の目玉、空飛ぶ車はの商用飛行断念という記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。